ここで台風12号の情報をお伝えします。まず予想進路図からご覧ください。19時現在の推定位置ですけれども、八丈島の東南東およそ80キロの海上に台風12号の中心があるとみられます。でこの時間になりまして暴風域がなくなりました。一方強風域ですけれども、この黄色い円、千葉県ですとか神奈川県、静岡県の伊豆半島、さらに伊豆諸島、こういったところが現在台風の強風域に入っています。でこの後も台風北東方向に進む予想でして、明日は温帯低気圧に徐々に変わりながらですね、この金曜日の15時までにはその温帯低気圧に変わるというふうに見られます。でこの台風、比較的陸地から離れたところを通過する予想となっていまして、広い範囲で雨や風、災害級になるという心配はなさそうなんですけれども、台風に近いところを中心に雨風の強まり、警戒が必要となりそうです。でこの後の雨雲の予想ですけれども、これは明日の6時です。で明日の日中が関東地方雨や風のピークとなりそうです。でさらに東北地方は明日の日中、そして午後にかけてがそのピークになっていくというふうに見られます。で今回の台風、この後陸地から比較的離れてはいるんですけれども、この沿岸部を中心に雨量が増加していきそうです。でこれから予想されるトータル雨量になるんですけれども、特に多いのは福島県の浜通り、あと宮城県の南部、あとは岩手県の三陸沿岸、さらには外房付近ですね、こういったところでは100ミリ以上のトータルの雨量が予想されています。地盤の緩みなどに対して、警戒をしてください。さらに風です。で風の予想を見ますと、明日の日中帯は関東の沿岸部を中心に強い風が吹くというふうに見ています。特に千葉県の外房や茨城県の太平洋側を中心に瞬間風速が30メートル程度に達する可能性があります。また東京の都心についても平均風速で10メートル以上、瞬間的には20メートルぐらいの突風が吹く可能性がありますので、飛びやすいものは今日のうちに家の中に片付けるなどしてください。なお広い範囲で鉄道に、首都圏の鉄道にですね、大きな影響が出るということはなさそうです。ただ外房を走る路線などについては、風の影響が考えられますので、最新のダイヤの情報などにも注意をしてください。以上台風12号の情報をお伝えしました。